三谷新3月4日から2000年7月5日は、日本の実業家。作家、三島幸男の幼少、青少年期の無二の親友。仮面の告白の草野のモデル。同社のその子のモデルは妹、三谷邦子。学習院初等科から学習院中等科を経て、1944年9月に、学習院高等科を卒業するまで、14年間に、 渡たり三島の同級生の親友であった。1944年9月から1945年9月まで幹部候補生として兵役に就いた。1948年3月、東北帝国大学法学部を卒業。日本工業銀行を経て、1979年4月、講和不動産に監査役として1996年まで勤務した。 1985年7月、旧友、三島幸男、学習委員時代の恩師、松尾荘の序文を入れ、笠間書院で刊行したが、三島夫人、平岡陽子より著作権上の理由で、回収要求に遭い、絶版を余儀なくされた。陽子夫人没後の1999年12月に、中古文庫で再刊。他に、決定版、三島幸男全集第38巻。 書簡に収録されている。父、三谷隆信は、中仏大使、学習委員女子部長を経て、1965年まで昭和天皇の自重長を務めた。叔父三谷隆政は、プロテスタント哲学者。同じく叔父は、時代小説家、劇作家で著名な長谷川真妻、良子の父、岸木次夫は、神戸税官長、日本工業銀行等取り、 日本銀行政策委員、富士中工業会長を務めた。騎士は、正岡式の重邸。真には、妹が三人にいたが、すぐ下の妹、三谷邦子は、三島の初恋の女性で、仮面の告白のその子のモデルとなった。若くして、長井松蔵元外務次官の長男銀行員の長井、邦夫に嫁いだ。二番目の妹、美智子は、精神女子学院を経て、 精神女子大学を主席卒業後、朝尾新保日本優先元社長の、長男外務官僚の朝尾新一郎に嫁いで、朝尾健一郎の母となった。三番目の妹、正子は、精神女子学院、精神女子大学を通じ、道子皇后の学友で、無二の親友。相川義介の長男、相川八一に嫁いで、相川淳太の母となった。ありがとうございます。